どうも皆さんこんにちは、ガズレレです。さあリズム練習を始めていきましょう。4つ弾きで3分、一緒に合わせていきましょう。ワン、ツー、シー押さえて4つ弾き貯めてくださいね。このメトロノームに合わせるっていうよりは楽しむ、一緒に Am、 体を一緒に揺らすといいかもしれません。 G7、案外合わせるの難しいので、 Am いきましょう。テンポは今100でやってます。テンポ100です。 F いきましょう。貯めてください。このメトロノームに合わせるっていうよりは C、ちょっと後ろに、感じながら、自分の音がちょっと後ろにある方が、ふんわり感が出ますね。D7。なかなかこれ4つ弾き舐めていたらですね、これ難しいですからね。C7。コードはガズレレ必須コードで、やってます。安心してください。A7。概要欄にこのトレーニング方法をまとめている、一つの URL 貼っとくんでちょっと見ておいてください。 Dm 毎日3分こんな感じでご自身が今取り組んでる、C リズムの練習もするのめちゃくちゃ大事だと思います。この楽しんでくださいよ。 Day7いいと思います。 Em7、 楽しくなってきたでしょ。 Am、 ちょっとこうゆったりめでね。 C7、 ちょっと切り替えを早くしましょうか。次から次は F です。 4 G7 Em7 Am Day7 G7 いきます。 C から A7 Dm D7G7 C でーす。さあ今のでだいたい3分でございました。はい、4つ弾きでこのリズムゆったり合わせて、メトロノームにぴったり合わせてやろうっていうんじゃなくて、一緒に遊びながらちょっとねメトロノームより自分の音が後ろに来る、こんな感じが、メトロノームでこう楽しくリズムトレーニングとか練習するにはいいと思います。1日3分皆さんどのリズムでもいいんで、たくさん合ってますからね、始めていってください。詳しくはねこのトレーニング方法概要欄に貼ってますよ。はい、ガズレレで楽しく音楽していこう。それでは皆さんさようなら、バイバイ。